テオールシウスは、オランダ・フェッヘル出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは主にミッドフィールダーだが、ディフェンダーでもプレーする。姉妹のアンネルシウスは、コーフボールの選手。5歳からサッカーを始め、アマチュアの VV フェイスバイクでプレーする。13歳の時 FC デンボスに見出されユースチームへ、加入。それまでは、フォワードとしてプレーしていたが、 FC デンボスではミッドフィールダーにコンバートされた。その後、トップチームに引き上げられるのだが、彼は15歳から大工として働いておりその経験が、彼を肉体的にも精神的にもたくましく育てていた。1996年8月20日、BV フェーエンダムとの試合でデビュー。デビュー後の2年間で、 彼のプレーは多くのクラブの目に留まり、実に20ものクラブから声がかかった。結局彼は PSV、アイントホーフェンへの移籍を決意する。ボビー・ロブソン監督の下でルシウスは、レギュラーとして活躍する。しかし、翌シーズンには、監督がエリック・ゲレツに代わりルシウスは、FC ユトレヒトへとレンタルへ出されてしまう。結果的にこの移籍は、出場機会に恵まれ、 彼を大きく成長させることとなったのである。レンタル終了後、PSV へ戻った、彼は重要な戦力となりリーグ優勝4回やリーグカップの優勝などクラブの躍進を支えた。2006年、かつて PSV でアシスタントマネージャーを務めていたエルウィン・クーマンが監督を務めるフェイエノールトへと移籍した。精力的なプレーを見せるが、 クラブは不調で06から07シーズンから3年連続で定位に終わる。ファンブロンクホルスト獲得をはじめとするクラブの改革によりポジションを失い2009年夏に退団、移籍先を探ることとなった。2009年10月に2部の FC デンボスへ移籍。しかし契約上の問題で公式試合に出場できなかった。2010年1月。 FC フロー人間へのレンタル移籍が決まった。ありがとうございます。